い、皆様こんにちは。コミュニティ TV 八木でございます。伊藤でございます。前回伊藤さんと配信させていただいた、はい、高級時計の取扱注意点でたくさん質問をいただいた日付変更の禁止時間帯と時給帯についての2つを実際に実況を用いて検証してみたいと思います、はい、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、今回その2つのね検証をしていきたいと思うんですけれども、はい、まず1つ目はね、日付の禁止時間帯に日付を送るとどうなってしまうのかっていうのを実機を見てねちょっとやりたいかなというところ で、はい、実際皆さんも多分ここでダメなんだっていうのは分かると思うんですけど、変更してはいけないっていうのが、はい、ただ中の構造を知ることで、あ、こういうことなのかっていうのをね、そうですね、それが分かるとなんでこの時間帯に操作してはいけないのかっていうのが分かると、はい、それではカレンダーの禁止時間帯について、実際のムーブメントですね用いて操作をして検証していきたいと思います、はい、でこちらがですね時計からムーブメントを取り出して文字盤を外した状態ですね、はい、あんまり見ることないですよね。そうですね、スケルトンの時計みたいな感じになってますので、実際に操作をして、はい、どういった形で内部の機械が動いているのかというのを見て、カレンダーの禁止時間帯がなぜあるのかというのをご説明していきたいと思います、はい、それでは、実際のムーブメントのカレンダー機構についてご説明していきたいと思います。まずこちらですね、見ていただきたいのがこちらの歯車、こちらがカレンダー車などと呼ばれるもので、24時間で1回転して日付を1日進ませる、そういった役割のものになります。外周にある白い1から31までの数字が書いてあるもの、こちらが日付版ですね。実際に文字盤をつけた状態ですと、こちら今1ですね、ちょうど竜頭の真横に来ている数字だけが文字盤の四角い窓から覗いているような状態ですね。3つ目注目していただきたいのがこちらの歯車です。日送り車などと呼ばれる部品で、リューズ操作でカレンダーを早送りするときに回転する歯車ですね。主にこちらの3箇所のパーツがカレンダーに関係する部品になります。では実際にリューズで針を回して動かしていきたいと思いますね。現在午後6時の状態です。ここで注目していただきたいのがカレンダー車に小さく見える金色の爪のような部品ですね。なかなか小さくて見づらいと思うんですけども、こちらが動いていく様子をちょっと見ていただきたいと思います。では実際に針を進めていきますね。はい、で今午後9時の状態まで進めました。先ほど、もう少し下の位置にあったこの金色の爪が上に動いてきているのがお分かりいただけると思います。で現在の状態ですと、この日付板の細かくついている、刃ですね、こちらとカレンダー車の金色の爪がかなり近い位置にあるのがお分かりいただけると思います。でさらに進めていきます、そうするとこの金色の爪と日付板の刃が完全に噛み合った状態になって、さらに進めていきますと、午前12時前後にパシャッと今音がしたと思うんですけども、カレンダーが1日進んだ状態ですね。リューズの真横に1ではなくて2という数字が来ているのがお分かりいただけると思います。構造的にはカレンダー車が24時間で1周して、この金色の爪がですね日付板を1日先に進めるような構造になります。で今午前0時の状態ですね、はいはい、でこの午前0時というのはカレンダーの早送りをしてはいけない禁止時間帯に当たると思うんですけども、この状態で日付の早送りをしようとするとどうなるかというとですね、こちらのカレンダー車の金色の爪と日付板の刃がですねぶつかった状態、無理やり回転させてしまうような状態になるんですね。この辺りの部品に負荷がかかってしまう。なるほど、はい、ただ安全装置のようなバネが入っているので1回操作しただけで壊れるわけではないんですけど、何度も繰り返しやってしまうと歯車が欠けてしまったり破損してしまったり、あとはカレンダーがパチッと変わらずにゆっくり変わるようになってしまったり、そういった不具合が考えられますね。
カレンダーグルマのこの金色の歯が、はい、まあ、少しダメになってしまう可能性があるということですよね。金色の歯とあとはこの日付版の、はい、そうですね、細かい歯が31個あるんですけども、うん、はいはい、それがだんだんと摩耗して両方とも噛み合ってる状態なのに、うん、無理やり、ね、日付を送ることで擦れてしまうというか、そうですね、はいはい、余計な摩擦があるので、なるほど、部品が傷んでいってしまうということですね。このまま、カレンダーの歯送りをしないで、時間を進めていくと、ね、4時を過ぎたあたりになりますと、はい、こちらの金色の爪がこの日付版の歯とは全く噛み合ってないところまで移動しているのがお分かりいただけると思いますね。この状態はカレンダーの早送りをしても安全な状態ですね。なるほど、はい、金色の歯が31個の、ね、カレンダーの歯とぶつからない場所っていうのが変えてもいい場所 で、はい、ぶつかりそうな場所っていうのがこの12時から前後4時間っていう感じなんですかね。12時前後ですとカレンダーグルマの金色の爪が日付版の歯と近い位置にあるので早送りをしてはいけないという形になります。はいはい、ね、それが理由なんですね、はい、こうやって見るとやっぱり分かりやすいですね。そうですね、これで構造を知っていただくと、ね、なんでこの時間帯に操作しちゃいけないのか、うんうん、操作する時間帯によって流図を回す感触が少し変わってくるような感じのお分かりいただけると思うんですけど、引っかかる感じになっちゃう。そうなんですね、はい、皆さんお分かりいただけましたでしょうか。初めて見たんですけど、なるほどなっていうのはすごく感じました。実際に検証に使ったのがエタ社のムーブメントなんですけども、他の高級時計の、はい、ムーブメントでも構造的には近いものが多いです。 なので禁止時間帯に操作してはいけない理由というのは、うん、ほとんど同じ理由になる、ね、なるほど。実際にねカレンダーのこの歯車をねちょっと見ることによってね、なぜやってはいけないのかっていうのをご理解いただけたかと思いますので、デート表示のあるね時計をお持ちの方はですね、はい、この辺りをね意識していただいてね、時計の操作、まあ、気をつけてね、はい、やっていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて2つ目は、はい、実際にムーブメントに磁気が帯びてしまった時にこの精度がどのようになるのかっていうのを、まあ、検証ね、はい、してみたいかなと思います。今回はタイムグラファーという時計の精度をね測っているね、ものがございますので、それを用いて磁気を近づけてね、精度どういう風になるのか、そうですね、楽しみですね。ちょっと楽しみですね、はい、磁気を帯びるのがどれだけ危険なことなのかっていうのはこれを見ていただければ分かるかと思いますので、はい、検証していきましょうか。はい、はい、まずムーブメントですね、タイムグラファーですね、時計の精度を測る、装置に、セットしたいと思います。今回注目していただきたいのがこちらの数字ですね、プラス4、プラス5となっているものなんですけども、今この状態でこのムーブメントが1日に何秒ぐらい進み遅れが出るかという数字の目安になりますね、はい、ですので今こちらのムーブメントがこの姿勢ですと1日に5秒ぐらい進む状態ですね、非常に良好な状態になります、はいはい。でこの状態のムーブメントに磁石を近づけてみてですね、はい、精度がどういうふうに変化するかというのを検証したいと思います。真ん中に出ているこのグラフは精度のそのまあ日差のところと連動はしている形なんですかね。そうですね、平行に真横に進んでいる状態がプラスマイナス0秒なるほどですね。今わずかに右上がりなので、はいはい、1日に少しだけ進む状態というのがこのグラフの線でもわかるかと思いますので、こちらの数値とこのグラフの線がどのように変化するかっていうのに注目していただきたいと思います。なるほど、これがじゃあ磁気を帯びるとどうなるのか、はい、ちょっと気になります。これ実際僕見てないんですけど気になります。じゃあ実際に、磁石を近づけていきたいと思います。おお、ちょっとドキドキしますね。でまず、まあ、5センチぐらいの距離、はいはい、これぐらいまで近づけても変化はないですね。ないですね、はい、ここからさらに近づけていきますね。でかなり近づけると、おお、プラス65秒83秒、嘘でしょ。グラフめっちゃ上に上がってるじゃないですか。です、ね、一気に上がりましたね、はい、影響あったと思うんですけど、すごいもう動揺してるじゃないですか、はい、ムーブメントがこんなに上がるんですか。もう一回ちょっといきましょうかね、はいはいはい、ここまでとは知らなかった、ね、かなり、あ、もう今なんか今変な音しましたよ、ね、鉄と磁石近づけた時のように
スッと吸い寄せられるような感覚があったんですけども、それぐらいの距離まで、いやもう狂っちゃってるじゃないですか、ずっと今このグラフの線がかなり右上がり変化したのがお分かりいただけると思うんですけども、時期を帯びちゃうとこんな風になっちゃうってことなんですね。一回こうやって強い時期を帯びると、はい、自然に戻ることはないんですかね。やっぱりその時期を抜かないとダメな状態っていうのになっちゃいますので、もう全然横じゃなくなっちゃいましたね。そうですね、こちらの数字も今プラス、ね、80秒とか70秒とかですもんね。プラス5秒ぐらいだったのが一気に、1日でだから1分以上遅れ、あ、進みが発生してしまうってことですよね。そうですね、これだと、そういう状態に時期を帯びて変わっちゃった、ね、なるほど、いやよくわかりました。ただ今のでまた注目していただきたかったのが時期との距離感ですね。時期との距離感、はい、でかなり近づけたところで、はい、精度に変化が起きたと思うんですけど、はい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 、磁石とかなり近くまでくっつけてしまわなければ影響がないというのも、なるほど、はい、覚えておいていただければと思います。日頃の、まあ、この磁気帯、これが蓄積されていくとやっぱりだんだんこういう風になる可能性があるってことですよね。そうですね、変化が大きくなったりですとか調子が悪くなっていったりっていうのは日常生活の中で、そうですね、あると思います。なるほど。でこれ実際、まあ、磁気ね、もちろん帯びさせようと思ってる人いないと思うんですけど、まあ、磁気帯びちゃった場合ってどういう風に対処すればいいのかなっていうのはちょっと聞きたいんですけど、はい、専用のダグ磁気という磁気を取り除く機械を使って、はいはい、磁気を抜くしか方法がないので、磁気帯びてしまったものは定型の修理工房ですとか、はいはいはい、メーカーで、はい、磁気抜きですとか、それと合わせてオーバーホールですね、作業をしていただいて元の正常な状態に戻す必要がありますね。なるほど。なかなか、まあ、個人で磁気を抜くっていうのは難しいですから ね、 そうですね、まあ、難しいというかね、やっぱり皆さんそこはわからないと思うので、はい、まあ、それはもう専門のね修理できるね、はい、ところに依頼、当店であればね、その当店の修理業者だったりとか、はい、に今お願いしてね、やるという流れになるかと思いますので、はい、まあ、基本はね、やっぱりちょっと時期を帯びない方がいいので、はい、そこはね、前回動画でも配信させていただきましたけど、やはり気をつけるべきポイントというところで ね、はい、そうですね、まあ、携帯とかパソコンとかね、はい、これに直接上に置くとかっていうのはね、やはり気をつけた方がいいかなということですね。検証ちょっと驚きました、本当に。まあ皆さんもね、多分かなり驚かれたと思うんですけども、はい、まあ、これだけね、時期帯びによってね、精度にやっぱり狂いが生じるということは、はい、覚えておいていただければと思います、はい、ということで、ね、まあ、今回は2つね、実際にムーブメントを用いてね、はい、検証してみました。伊藤さん、両方ともね、なかなか見る機会がなかったんで、僕としても結構新鮮で面白かったです。そうですね、ムーブメント、文字盤のない状態で見るというのも少ないと思いますので、そうですね、はい、こういった構造を知ると、より、まあ、時計について好きになって、見ていただけるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、ですのでね、まあ、今後もね、まあこういう検証系のね、まあ、動画を上げていきたいかなと思いますので、はい、もちろんできる範囲ではありますけれども、何かね、皆さんこういうのやってよみたいな要望があればね、コメントいただきまして、はい、できればね、いいかなと思いますので、はい、コメント欄にたくさんお待ちしております、はい、ということでね、まあ、今回は実際にムーブメントを用いて、はい、なぜ日付の禁止時間帯に、まあ、日付を変更してはいけないのかという点と、はい、実際に時期を帯びたムーブメントの精度はどうなってしまうのかっていうのを伊藤さんと検証させていただきました、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。